鼻がむずむず、花粉だ。花粉ですね。今からちょっと夜ご飯食べます。今日はオンラインお話し会でした。来てくれた皆さんありがとうございます。あ、今日はありがとうございました。初めて来てくださった方もいて嬉しかった。ちょっと花粉で鼻が詰まってたり鼻ってやっちゃうんだけど、気にしないで、気にしちゃう方ごめんなさい。じゃあ私の夜ご飯食べます。今日は珍しく食欲より睡眠欲が勝ってます。納豆ネバネバ攻撃してもいいですか？なんかさ、お腹の音までさ聞こえちゃいそうで。こんばんは。お疲れみんな。ああ、通りも冷やしといて。アバターいただきましただって、ありがとう。今年受験生で応援してくれる。ファイト。ユナモギョンと再コラボね。ユナモギョン、ユナモギョン、やるとしたらどんな内容がいいですか？ちょっと納豆ネバネバ攻撃します。納豆食べるよってこと。私はいつも夜ご飯迷ったらこれなんか画像越しで見たあんまり良くないで、私は好きだからいただきます。うん、元気になる。これにね、韓国海苔入れたら美味しいけど、のせるの忘れた。今日はオンラインお話し会ありがとう。
と今年ラストなので、ぜひ少しでも会えそうだなっていう人は会いに来てください。今日良いお年をって挨拶したしちゃったなって思っても、あ、行ける、クリスマス行けるってなったら会いに来てください。次はクリスマスですからね、みんな空いてるでしょ。アンニャン。여러분기다릴게요。今日はすごくまぶたが重いです。そんな時もあるよね。目つぶりたい。うん、疲れてそうな気がする。うん、今日髪の毛が広がるな。こんばんは。なんか今日、うん、まつげがいい感じに伸びてない。フットビューラーがうまくいっと。見て、なんか綺麗に固まらずに、しかもそんなブンって感じでも上がってなく、ちょうどいい感じで。上がっとらん？こっちなんか超綺麗なんだか？もうすぐみんなクリスマスですね。まあオンラインお話し会みんな来るのは当たり前なんだけど、それ以外はなんかするの。あともう年末だからみんななんか結構バタバタしてんのかな、掃除とかさ、調理もさ、掃除なんかした方が運気上がるよって聞いて、なんか部屋汚い人運気上がるわけないじゃんみたいな。今すんごい多分汚いの、汚いっていうか洋服が散らばってたり、カバンがちょっと直せてなかったりとか、
ちょっと今日はそれをやろうかなと思うんですけど、めっちゃまぶたが重すぎて。でもさ、よくさ、眠すぎてなんか食べるの忘れて寝ちゃうとか言う人いるじゃん。私どんなに眠たくてもご飯は絶対食べるの。だから眠たいが勝ちすぎてご飯食べてないとか言う人の気持ちがちょっとわからん。眠気をうんってして私は食べる。わかる？美味しくて眠たい。ネラッチョイのファンでさせてありがとうね。うん、レナッチから千織さんに最近推し変しましただって。いやー、いらっしゃいませ。俺も一平ちゃんの焼きそばに納豆と野菜入れて晩飯食べた。美味しいんそれ。コラボ配信ね。レナッチどこ？オーケーオーケーウェルカム。私は毎回チョイスの話です。それは素晴らしいことですよ。
皆さんにもっといい報告がね、来年はできるように頑張りたいですね。うわ、めっちゃどこで。うん、ネバネバがね、大好き。おいしかった。今でもククルンって呼んでますか？はい。私しかククルンって呼んでない。だから人にククルンどことか言ったら伝わらんから、個人的にククルンって話しかけるときだけククルンって呼んでるけど、みんなに言うときはくるみちゃんどことか分かりやすく言う。私はククルンって呼んでる。一瞬の笑顔がすごい良かったって嬉しい。何の笑顔？ちょっと欲しい。ヘルシーな夕食だね。でもね、昼にねカレー食べたんだよ久々に。で朝はクッキー食べて、でお昼そのカレー食べた後になんかいただいた焼き菓子食べて。結構食べました。で最近こっちゃん、こっちゃんの方を食べさせていただいて、なんか島町っていう一番丸くて普通のホルモンのところ、あれがもう美味しすぎてめっちゃ食べちゃって、ちょっと抑えようかなって思います。うん、あんまりお腹空いてない。こういうちょっとしたものをつまむって感じね今日は。でもこれはちょっと塩分高いんであんま食べないですけど、なんかさこういうのさつまんでたらさ、じゃあつまみながらお酒飲むんですかとか思う人もいると思うけど、私は一人で飲まないで。唾液やばそう、こんなの見てた。本当にすごい、梅はすごい酸っぱ。でも美味しい。ただむくまんように、うん、だから私は前家に友達が来てお酒飲もうってなった時に置いてった
レモンサワーが一つあるぐらいで、あとはないです。いつも食事に気使ってすごいと思う。みんな何食べんの逆に。私はねもうね慣れすぎて、なんか気使うっていうよりかは普通に食べてるって感じ。食べたくて。夜中ポテチ美味しいけどね。でも最近夜中にラーメン食べました、久々に。でもね最近ね夜中にラーメン食べちゃってるのやばい。だからニキビができました。わかりやすい。10周年のやつ終わった後にメンバー何人かでラーメンだけ食べに行ったりしたし、やばいっす。全然食べてます。ちょっと気をつけよう。誰、七瀬も入れたことあるし、エナッチ、でも私あんま家に人入れないな、そう考えたら。トムとかも来たことあるし、あとサイピーもあるか。あとは逆に地方から来てた人が泊まり来ることが多いかも。マリカとか、イズリナもあるし、パルさんもあるし、で私行く方が多いからな。トムさん来たのかすごい、どういうこと。トムの家に泊まりに行ったこともあるし、棚はないかな。ご飯は行ったことあるけどね、二人で。モバメ送ろう。撮り方自撮り。なんかブスだな。あ、しまった。じゃあ送ります。みんな私のやつ撮ってくれてるかな。き
ょっと今日は目がトロンってしててごめん。眠たい？あ、おめぐファンだ。今日来てくれてありがとう。なんかさ、こういうね、のど飴を買ってさ、こうやって取るじゃん。でも外にいた時に手で取りたくなくて汚いと思って、うん、こうやってね一個あーってやったらさ三つ入ってきた、うん、同時に三つ舐めた初めて。だから嫌じゃん、なんか外にいた時にさここに出すのもさ、こうやって一個一個と思いながらやったら、ゴラン三つ、ドラン。なんか確かにメール時差ありそうだね。30分ぐらいあるのかな。今日さカラコンしてるの分かった？めっちゃナチュラルじゃない？エリーが教えてくれた。うん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 。今日は早めに寝ようかな。ね。じゃあちょっと今から片付けとかもろもろしようと思うので寝たいと思います。じゃあ読んでいくね。13位ニコン猫ありがとう。12位カナリスキーありがとう。11位ワマリありがとう。10位マーありがとう。9位リサありがとう。8位過密な途中の王子様ありがとう。7位王道アイドルチヨヨありがとう。6位がルリエカアール。なんか名前が分かんなあれ。ルディさんかな、ありがとう。5位はコナシーありがとう。
4位はベロニカありがとう。3位は中西あっと、あ中西マジかい、あと金子さんじゃおありがとうございます2位はハンガーダンありがとうございます。カムサムダ。そして1位がサトローカダです。ありがとうございます。今さ YouTube がちょっと間空いちゃってるんだけど、それにはあのもう結構前に仕上がってるんだけど、ちょっともろもろの確認がまだ取れてなくて、それ待ちなので、ほんとそれが取れ次第すぐ上がるのでちょっとお待ちください。しかも最近なんか綺麗になったねってファンのみんなからも言われて、リピオです。どんどん更新していけるように頑張ります。グッバイ。じゃあみんなも準備してね。じゃあ私はお風呂沸かしたり部屋の掃除したり編集したり次のやりたいと思います。じゃあみんな次はクリスマスのオンラインお話し会ですね。その時またたくさんお話しましょう。なんかいろんな日本語できない人とかも来てくれるんだけど、来てくれるだけで嬉しいのでまた遊びに来てね。여러분잘자요안녕미나바이바이 See you next time. See you soon. Bye. 기마스